よし、それではこれからね、基本技の説明を行います。まず普通の立ち方、これは、不動立ちと言います。体重を五分五分に、両足にかけて、で常に、少し心持ちかかとを浮かせる感じで、常にすぐにパッと相手の動きに対応できるような感じで立ってます。で拳は軽く握ってます。はい、この状態からいわゆる手技の組手立ちという基本の立ち方に入ります。用意で手を十字を切って下に下ろします。その場合足をハの字にします。これはどういうことかというと、相手に急所を蹴られてもすぐに急所をガードできるという状態ですね。構えて同じく十字を切りながら自分の耳の下、顎を挟むような感じに構えます。これはこのまま拳がパンチが出る、もしくは相手のガードにも、相手の蹴りに対してのガードにもつながります。手をこういうふうに下げないように、必ず耳の下、顎を挟むような感じで構えます。で、この正面が肩幅、正面肩幅、これは横から向いても肩幅、これは肩幅ですね。前後に、横から見るとこういう感じなんですね。必ず前後の肩幅、正面から見ても肩幅、これが広すぎたりしない。ですから肩幅で正方形を作って、その斜め向かいに立つという感じ。足はまっすぐ前、後ろ足は45度外を向けます。この状態から、膝に少しゆとりを持たせて、まず手技の説明します。まずジャブですね。ジャブ、これは構えている前の拳をそのまままっすぐそのまま出します。顎に引きます。顎から、拳の基本は顎から始まって必ず顎に戻る、必ず顎から始まって顎に戻る、これがこういうふうに出しても下に来たりしてはダメですね。この位置からもうです。このまっすぐ向きます。で、肘のバネを十分に生かして、肩が45度あるのは正面まで回転します。45度回転します。この位置から、これが打ちすぎてこういう戻ったりして、この位置からパン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 、これがジャブです。ジャブ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10、はい、次はそれのジャブの中段ですね。中段、相手の溝落ちを狙う、もしくは胸元を狙って、どちらかというと相手の距離を取って次の蹴りにつなぐというふうな使い方、もしくは相手一歩入って溝落ちを狙って次のパンチにつなぐというふうな使い方をします。中段のジャブですね。で、中段のジャブは上段と違うところは、体重より前にかけるということですね。これは上段がこの位置から肩の回転、腰の回転で打つ、それに対して体重を 前足に移しながら体重をかけて打つと、こういうところが違います。やってみます。はい、蹴れて1 1 3 1 5 6 8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 
これも顎から始まって顎に戻す。その際ジャブと大きく違うところは腰を思い切り後ろの腰が前に出るぐらいまで回転する。ですから約135度ぐらい回転するような感じで、最初のうちはかかとも外に向けた方が腰が十分入りやすいので、最初のうちはかかとを回転するように、だんだん慣れてくると、ね、かかと回転しなくても腰が十分入るようになりますけども、基本的にはかかと回転して持ってきます。相手の顎を狙って、でその時必ず自分も自分のガードもしっかり忘れない。これ往々にしてこういうようになる時がありますから、このしかこのままで帯が触れるってことは腰が十分回ってるってことですから、これ自分で意識しながら帯が回ってるかどうかしっかりやります。はい、切れて、よし、はい、3、はい、5、6、よし、8、は、よいしょ。はい、次はストレートの中段、同じく相手水落ち、もしくは胸元を狙っていきます。先ほどのジャブでもそうですが、この場合より膝を下ろすような感じ、膝を下ろすような相手の中段を狙うわけですから、顔面の高さじゃないですから腰を下ろすような感じで打ってきます。でも打ったら必ず青に戻します。はい、はい、やれて、よし、はい、3、はい、5、6、よし、8、ほ、よいしょ。はい、次は相手の顎を横から打ち抜きます。横から打つフックですね。
この場合は拳を顎につけてた拳を当たる状態で90度まで開きます。この角度がこの肘の角度が上から見るとこう90度この状態で打ちます。ですからこの位置から90度開こうと思うと拳がこう下がります。もう下げないで拳を横にずらします。横に自分の体が40度正面に対して45度向いてます。その線上に拳をスライドさせてここから回転して打ちます。で回転この場合に体腰回転します。当然足も一緒に回転します。拳をスライドさせてここから打ってきます。スライドさせて打ってきます。で当たるときにちょうど拳が相手の顎に当たる。もしくはこれ空手的な打ち方ですけどもどちらかというと正拳横から打って正拳に当てるというのは非常にこれは難しい部分がありますのでよく小指を引っ掛けて小指こちらの小指薬指を折ったりするケースがあります。でそういうのに対して空手的な考えでは拳の内側ですね拳の内側を当てるようにするので拳の内側この部分ですねこの部分を当てるような感じで打つという打ち方もあります。ただし基本の場合はあくまでも正拳拳がきちっと相手に当たるような感じで打ちます。はいやります。はい1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、次は、中段のフックですね。中段のフックこれは相手のパンチをかわしてここから相手の脇を打つもしくは自分がフェイントで中に入りながら左右というふうに持っていくとこういう使い方します。相手と接近します。接近しますから先ほど上段のフックで言ったように必ずしも拳をこういうふうに横に広げるじゃないこの場合は下に相手の射程内に入ってますからこう顎相手でも大丈夫ですけどこの場合は拳を下ろしてで体の回転と同時に打ちます。自分の中心線を多少倒してこの位置から打ちます。この位置から打ちます。この位置から打ちます。打ったら必ず顎に戻します。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、今度は右のフックですね。右の上段のフック拳を自分の体から離します。45度、正面に対して45度に対して直角に出します。直角に出します。それでこの位置から体を回転しながら拳を開いて45度回転しながら打ちます。自分の左の足が中心 軸足になるようにして腰を十分に回転します。ただし必ず相手を必ず見ておくように一緒にこう横を見ない必ず目線を相手を見ておく。拳がこう回転するかかとも同時に回転します。かかとも同時に回転それが往々にして足がこのまま止まったままでこういうなるケースがあります。そうじゃなくて軸足左を軸足にして回転する。もう一つフックというとやたらと大振りにする場合があります。これはまた別な打ち方です。基本的にはあくまで自分の肩から拳一つ出るぐらいの感じで持ってきます。拳一つ出る。はい、入れて、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、中段の場合、はい、これも拳を下に下ろします。ここまで下ろしてこの状態から自分の体と一緒に回転しながら打ちます。から、まあ、これは、実際の場合はこれが横からこういうふうな打ち方をするような場合もありますけど基本ではあくまでもしっかり上体をまっすぐ立てた状態でこの位置から回転します。回転します。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、次はアッパーですね。拳を下から相手の顎を下から打ち抜くように打ちます。この場合ここにある拳が下から上に上がっていくわけですから拳を一旦下ろしてこういうふうな打ち方すると角度がついて加速がつきません。自分の状態も回転するように自分の状態が回転するようにして拳が螺旋を描くような感じで回転しながら上がっていく。螺旋を描くような感じでしかも状態も回転します。状態が止まったまま手だけで打たない
もしくは状態をあまり大きく回転しすぎない。でこの場合に拳が自分の頭の方に戻ってこないように、いや前方に打つぐらいのつもりで、アッパーっていうのはそっと顎を引いただけで相手のパンチをかわすことができますから、これが自分の拳がこう自分の方に戻ってくるようになっていると余計当たりません。やや前方に打つような感じで出します。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、よいしょ。はい、アッパーの中段です。相手の脇腹もしくは水落ちを下からえぐるように、特にこれなんかの場合相手がストレートに出てきた場合にここが開きます。このレバー、そういったところを上体を回転半回転させて、下から上体の回転と同時に下から打ち合います。えぐるようにして打ちます。これがまっすぐに、これじゃダメですね。また手があんまりこう脇が開きすぎない、脇を締めるような感じで体が回転します。はい、入れて、1、2、3、4、5、6、7、8、よいしょ。はい、今度はアッパーですね。右のアッパー、後ろからのアッパーですね。同じく相手のストレートを体を移動させながら下から相手の顎を打ち抜くという感じ。この上体の回転、拳を螺旋状に上げる、左と同じです。どちらかというと右のパンチは相対的に右のパンチの方が距離があるので形がきちんと決まりやすい、左の場合はどうしても距離が少ないのでというふうに形を決めるの難しい部分がありますけども、右の方が形が整いやすいのでしっかり十分に腰を回転させて大きく伸び伸びと打ってください。毎日か回転させながら、はい、息を入れて、よし、はい、3、4、5、6、7、8、9、よいしょ。はい、次は中段ですね。中段、拳を自分の体に沿って下ろしてきて、それを腰で前に押し出すという感じですね。これがまっすぐ降りてこうつくんじゃなくて、拳を自分の体に沿って放物線を描くような感じでこのまま動きます。正面から、でこの場合腰をぐっと前に押し出して、腰を押し出しています。はい、息を入れて、よし、はい、3、4、5、6、7、8、よいしょ。はい、次は相手と接近した場合とか相手に掴まれた場合ですね、その位置から肘を回転させて肘で打ちます。かかとの回転、腰の回転、同時に肩を入れます。必ず相手を見て、で必ず片方で自分の顎をガードして、必ず片方で、肘打ちにはいろんな横から水平に打つ、斜め下から打ち上げる、上から打ち下ろす、下から完全に打ち上げる、上から打ち下ろす、いろんな使い方あります。もしくはこのまま打ち下ろす場合もあります。基本でやるのは水平ですね。左右水平に持ってきます。必ず十分に腰の回転、手だけでこういうふうにやってるケースはありますから、こうじゃなくて必ずで、左やったら必ず右を続けてやるという、で必ず打ってるときは片方必ずガードする。人間というのはこう相手が例えばパンチを出してくるとパンチを、蹴りを出してくると蹴り、肘打ちを出してくると肘を出してくるという、そういう視覚で行動する部分がありますから、自分が打てば大体相手も肘打ち返してきます。必ず自分は顔面ガードしながら打ちます。でその打つときにまた拳を自分の拳で自分の胸を狙って打つような感じ、こういうふうな感じにすると、この拳が重さになって、これで肘が鋭く振れます。肘だけこのままするのと違って、拳を自分の胸に打ちつけるような感じで、息を入れて、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、用意構えて、前蹴りはですね、普通今試合ではいわゆるこういう立ち方で試合することはまずありません。
基本的には先ほどやった組手立ち、この位置でこの位置で動いて、この位置で動いて蹴ります。ですけども、わざとこういうふうにしてやるということは、この下半身の足腰を作るということ、それとこの膝のバネをですね、例えば前足で蹴るにしても、この足が後ろからこういう蹴りを覚えている足だと、この威力も強くなります。最初からこういう蹴りだけやってるよりは、この位置で足の筋肉を作って、でそれで蹴った方が強力な蹴りになります。そういう意味で相手蹴りの場合は蹴りの構えと、こういういわゆる前屈の構えですね、こういう構えで行います。まず右の前蹴り、基本的に帯の横を持って、帯の横を持って、膝のバネを腰で押し出します。はい、10回いきます。はい、蹴れて1、2、3、4、5、6、7、8、9、よいしょ。左の蹴りの場合は、特に普通オーソドックスに構えた場合に、この前足で作りですね、相手が出てくるところを止めて、回しにつなぐ、止めてパンチにつなぐ、止めて膝蹴りにつなぐ、いろんなつなぎ方します。余計左の場合は重要です。でこれも基本的には前屈でありますけども、で往々にしてこの位置から始まっても、蹴ってるうちにだんだん足がここで止まるようになります。じゃなくて、必ず行ったら足を後ろまで、必ず戻すという癖をつけてください。はい、10回やります。はい、気合い入れて1、2、3、4、5、6、7、8、9、よいしょ。はい、次は左右前蹴り、今までのが右足を引いて右で蹴って、左足を引いて左とやったわけですけども、今度は顔面をガードして左右交互に蹴ります。右左と交互に蹴ります。これはよりいわゆる試合の立ち方に近づいてきています。この前屈で作ったこの蹴りの破壊力をより実際に近づけた形ですね。左右で蹴ります。蹴ります。蹴れて1、2、3、4、5、6、7、8、9、よいしょ。はい、次は膝蹴りですね。相手と接近した場合に、膝をこのまま、もしくは相手の頭を抱え込んで、上体を振った状態にして、そこに膝を入れる、もしくは相手の急所をそのまま蹴るという、そういう使い方もあります。膝蹴りです。最初30回ありますけど、最初の10回は帯の横を持って、腕の力を使わないで、足だけでこの膝を自分の胸に引きつけます。でその際、足は真下向くような感じで、いわゆるこういう下駄を履いた形にならない、指先はまっすぐ下に向けるようにして蹴ります。最初10回、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、次は相手の頭を抱えてきて、相手の上体を振って、相手を前傾姿勢にさせて、ここに腹筋を緩めて、そこに膝をまっすぐに、今度は上に上げるんじゃなくて、体重を膝に乗せるような感じで前になります。その際により威力を増すために、こういうふうにつま先立ちになる、こういう使い方も、こういう使い方をします。ただしこれは使い方を誤ると簡単に足払いなので、余計転倒しやすくなります。でそういう危険性もあるということを頭に入れておいて、で使ってください。はい、相手の頭を抱え込んで、左右に振って、そこに膝を持ってきます。はい、気合い入れて1、2、3、4、5、6、7、8、9、よいしょ。3番目は同じく相手の頭を抱えますけども、その時自分をジャンプするようにして、蹴りの威力を増して蹴ります。でこの際、足が蹴ってジャンプしたら、着地したら反対の足を下げます。下げて、パンパン、蹴って下げる、蹴って下げる、蹴って下げる、こういう足の使い方します。はい、やめて、1、2、3、4、5、6、7、8、9、よいしょ。
次は横蹴上げ、横蹴りですね。横蹴上げ、足を側頭蹴ります。足をこういう形にします。足の側面ですね、足の側面、足の刀と書いて側頭ですけども、足の側面をつけます。この部分で真横に足を上げます。真横に上げて相手を蹴上げます。まあ、これ直接に使うというよりも次に回し蹴りとか、前蹴りする時の股関節を柔軟にすると、そういったような意味があります。まっすぐそのまま振り上げます。まっすぐそのまま振り上げます。入ります。左手、よし、はい、3、4、5、6、7、8、9、よいしょ、はい。次は、側頭横蹴りですね。横蹴上げではなくてまっすぐじゃなくて、今度は先ほどの蹴りの要領で膝のバネを使って、膝のバネを使って相手を横に胸を蹴ります。もしくはこの位置から正面に入り逃げに対して、いわゆる側頭ですね、体を横に傾けながら、で普通この場合は側頭やったら常に後ろにというふうな次の攻撃につなげるための技です。はい、10回やります。息を入れて、1、2、3、4、5、6、7、8、9、1、次は回し蹴りです。回し蹴り、膝を横に上げて、この膝を伸ばす、この膝の力、それを体を回転しながら膝を横に抱えてこれを伸ばす。この時に軸足一緒回転して、かかとが前に向くぐらいまで回転します。この状態までここまで、これを噛み合わせます。1、2、3、4、5、はい、息を入れて、1、2、3、4、5、6、7、8、9、よいしょ、はい。次は後ろ蹴り、後ろ蹴りはこのかかとの部分で相手の溝落ち、もしくは顔面を蹴ります。自分の後ろにいる相手に対して、もしくは自分が蹴りが蹴って流れてこの状態からすぐ後ろを蹴るというふうな使い方をします。膝のバネを十分に伸ばして腰を半回転させます。で、肩越しに相手をよく見て、蹴ります。入ります。はい、蹴れて、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、次は関節蹴りを説明します。関節蹴り、いわゆる相手の膝関節ですね。膝関節を前から蹴る、これは試合では禁止されていますけれども、一応前から蹴る、横から蹴る、もしくは後ろから蹴る、横から蹴る、後ろから蹴るの場合、相手の位置を、相手がすごい身長が高いような場合ですね、関節を蹴って相手を位置を低くさせておいて、そこに蹴りに持っていくとか、そういう使い方をします。これも横に蹴る、横に蹴る関節、前に蹴る関節、前に蹴る関節。蹴る場合はですね、必ず先ほどの横蹴りと同じような要領で、かかとを蹴る方向に向けます。かかとを蹴る方向に向けます。はい、蹴れて、1、2、3、4、5、6、7、8、9、よいしょ、前、1、2、3、4、5、6、7、8、9、よいしょ、はい。次は足払い、空手の場合はですね、特に当然ですけども、こう蹴り足、蹴る場合は片足立ちになるケースが非常に多いわけです。でそういう場合、接近して軸足を払う、これは非常に有効な技になります。なかなか立ってる者同士打撃で相手を倒すっていうのは、非常にテクニックとかタイミングとか力量の差とか必要ですけども、これは今言った空手 の片足立ちになるっていうところを、逆に足を払って上下の、立場に変えてしまうと、体力がなくても体重をかけて打って決めるということができます。非常に有効な技です。足払い、足を親指が上、小指が下という状態で、この状態で足のいわゆる土踏まずですね、この部分で相手のくるぶしのあたりを払います。払うときに足だけでこういうふうにやろうとしないで、腰を回転して、腰を回転で打ちます。でその場合に
相手をなるべく上にこう相手の状態をこう重心が浮くような感じで下から相手を絞り上げて絞り上げて払います。絞り上げて払います。絞めて払ったら逆に今度は払い上げたら逆に今度下に下ろすような感じ、手がこういう動きします。下からすくい上げて反対にこういう状態になります。ですから3、4、はい、やります。はい、息を入れて1、2、3、4、5、6、7、8、9、よいしょ。はい、次は筋的攻撃ですね。この場合は形は前蹴りと同じような形ですけども、前蹴りのように腰をこう大きく入れたりしないで、膝から下、膝のバネだけで蹴るという感じですね。でこの場合は足をまっすぐ伸ばして、こういう中足で蹴る蹴り方もありますけども、基本的にはこの位置で下から膝を弾くようにして弾くようにして蹴ります。上体を大きく前蹴りのようにこういうふうにならない、まっすぐ相手を見て、もういわゆる奇襲攻撃ですから、この位置からこの位置からパーン、この位置から蹴ります。やります。息を入れて1、2、3、4、5、6、7、8、9、以上。